紹介するお花はススキです。命名はシルバーグラス、原産地は東アジア、花言葉は発力、心が通じる。花言葉の発力はススキの生命力の強さにちなむそうです。ススキは日本中の野山に自生し、秋の七草の一つとして古くから日本人に愛されてきました。またススキは神様の依り代と考えられ、ススキの鋭い切り口は魔除けになると考えられていました。お月見の後のススキは悪霊や災いなどから収穫物を守り、翌年の豊作を願うという意味があったそうです。身近なものですが、意外に神聖な草花だったのですね。今日のお話はおしまいです。それでは今日も元気にいきましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ Twitter のフォローと YouTube のフォロー